ではちどっちでゴディア向けのゲームを作ってみた話あとでゴディアの方なんかクレームあったらちょっとドラミングで教えてください <laughs> でまずちょっと自己紹介からあのモダフラスイートルームはいいぞあのこれ今日一番重要な情報なのでぜひともちょっと持ち帰ってくださいあの URL を載せてあるので <laughs> ちょっと、まあ、ぜひともあとで参考にしてみてください まあ本当はもうここで終わってもいいような気がしたんですが、あのそれだと多分あのいろんな方からドラミングされると思うので、ちょっと,まあお,あとおまけの目次、ちょっと入っていきたいと思います。でまずはじめに何を作ったのかっていうのをやって、であとはその次、設計してみた話、主に ECS とモノビヘイビアの連携とかどうしたのかっていうのについてですね、あと最後、ゴディラ語対応で得られた知見っていうのを共有したいと思います。でまずはじめに今回、まあ そうですね、私の方であるドッツドッツドッツは主に ECS でちょっとゲームを実装してみましたでまあなんでゲーム作ったかというと一つモチベーションとしてあったのが ECS を設計までしてあんまり聞かないようにっていうのがまあ一つありましたでまあこれなんて言ったんですかね、まあ、実際にそうどうやって ECS ゲームに組み込むのどうやってモードビヘイビアと連携するのっていうのがあったので、まあ、ちょっとここら辺少し設計とか考えつつ実装してみたっていうのはあります でただ、1点注意点、EGS 言うてまだプレビューです。なので、将来的な変更によっては、ひょっとしたら今回話す内容、少しちょっと合わなくなるところも出てくるかもしれません。ただ、e、EGS を根本的なアーキテクチャはまあそこまで変わらないだろうっていうのはあるので、まあ、あんまり無駄にはこうならないかなっていうのもまた1つあります。あとはまあ設計と言いつつも、これは必ずしも正しいとはまだ言えません。 自分もちょっとまあ知見があんまりいなければ、あんまりちょっとそもそもどっーといいますか、ECS をこうモノビヘイビアと連携してくゲームを作ったっていう、そこについての知見がまあ出回ってないっていうのがあるので、そしてちょっといろいろ試しながらやっているのーあるので、一例になるとこう幸いです。ちなみに、もうこれあの実はキータの方で記事書きました。こちらにもいろいろ詳細とか書いてあるので、あとプロジェクト方も公開しているので、ちょっとよろしければご覧ください。まず本題に入る前にゲームの紹介。 今回やるゴディアがジャングルでバナナを集めるゲームを作りました主にこうバナナの木から射出される砲弾に耐えつつゴディアがバナナを集めるというゲームでただゴディアの砲弾を受け続けたらゲームオーバーになりますただなのでやばい時はこはドラミングでエネルギー波を発生させることで砲弾を消しバナナを集めてきというゲームになります、ね、で太陽言語は現状はゴディアのみですでちょっとデモ,デモいけるかな実は BGM ゲームなんですよ ちょっっと今持っていきます、ね、もうなんか始まってますがおなんかバグってるバグってるぞまあちょっとゴディラだから仕方がないということでやばい殺されるあのこっかこっからゲーム操作するのめっちゃ難しいんですよ <laughs> うんまあ忘れましょう <laughs> まあゴディラから仕方なかったということで でまあ、まずちょっとそして設計について話していきたいと思います。でポイントとしては2点あります。あの今回、まあ、ECS を取り入れましたが、まあ、必要な箇所だけちょっと ECS を取り入れるっていう感じしてみました。こ、まあ、これ言い換えると ECS をこう高速化のモジュールとしてまあ外にちょっと取り入れてみるといったアプローチになりますね。でもう1点はあのモノビヘイビアと ECS を取り、まあ、連携させる際にこうレイヤーを分けて依存関係をまあ制御したっていう感じになります。 これは依存関係の制御とは、まあ、あの依存関係をこう一方通行モルビヘイビアから ECS へとその一方通行を参照することでよって、まあ、双方向で依存関係をなくすというところであります。でなくなるっていうことは ECS 側の方がこうが、まあ、すっきりするので機能単体のまあテストや動作確認がしやすくなる、あとは変更率強くなる。 あとは設計の見通しが良くなるといったまあ個人開発というよりは、主にチーム開発とか運用案件ではこうメンテナンスまで利点につながるかなって思って、ちょっとそこら辺を意識してみました。で、1つ言えることとしては ECS とモノビヘイビアの連携と聞くと、2つを巨大なアーキテクチャがなんか組み合わさってやばいことに並んじゃいるかって、ひょっとしたら聞こえるかもしれませんが、意外とそうではないという話です。 ここら辺はまあちょっとこう ADF、アセンブリディフュージョンとかを切りつつ、レイヤーを分けて依存関係を制限することで、意外とすっきりできるかなと私は思いました。で、まずこう必要だな箇所は ECS で動かすっていうのはどういうことかというと、そうしたら大量に計算が必要なところだけ今回 ECS で制御をしてます。 まあ大量で必要動かすところが必要なところとしては、後段やバナナの移動処理とか、あと当たり判定ですね。で逆で言うと、それ以外は全部あのモノビヘイビアとゲームオブジェクト、まあ、いつもの実装ですね。ゴディアのアニメーションはアニメーターですし、あのバナナのまあエフェクト、どれがエフェクトだっていう感じでありますが、バナー多すぎて、まあ、手裏剣で、あと音も全部これ、オーディオソースです。でちょっと一例として、あのゲームオブジェクトで制御しているものを挙げると、ゴディアが1点、プレイヤーですね。 あともう一つ、バナーこれ一応バナーの木なんですが、バナナの木です。このコアの部分ですね。これをゲームオブジェクトで制御してます。でちょっとバナナの木、あの分かりづらいかもしれないで、少し分けてみました。でバナナの木、あのコアの部分がこれゲームオブジェクトで、この周り回っているバナナはこれ全部 ECS で制御してます。なのでこ、こいつ地味なの2つ,2ついるんですよ <laughs>。ちょっとバナナの木にコアがあるのかわからないんですが、まあいいや <laughs>。 であとエンティティ ECS で動かしてるのは基本的にこう弾幕とあとこうエネルギー波ですねであとこう実っているバダだこうなんかうよいよしている、まあ、ちょっとジャングルっぽくていいかなと思いますがここら辺全部 ECS で制御してますでゲームオブジェクトとまあエンティティゴディアはゲームオブジェクトで後弾はエンティティどうやって衝突判定必要なのかと思いますがこちら全部自作して解決しましたあとでちょっと話していきますでまずレイヤー構成について ざっくりと言うとこういう構成になり野獣舎は3層方向を指していますで。どこからでも参照する必要がある共通定義ならこう独立したレイヤーにして、まあ、一方通行でこう参照されるみたいな構成にしていますで。今日話すところはこの赤クの範囲です。でまず最初、モノビヘイビアのレイヤーからで。このレイヤーは何をやっているかというと。まあ 言ってしまえばもういつもの実装ですねこうゲームルームをループとかモノビヘイビアのアップデートとかに制御しつつあとは必要とあるところでこうオーディオソースとかで再生したり手裏剣でこう再生したり、まあ、パーティクル出したりあとは UI も全部 UGUI で組んでますでじゃあ ECS に対する操作はどういう感じでやってるかというとモノビヘイビアだ ECS をまあ操作するみたいな感じで今、レイヤーといいますか設計していて、やる操作としては基本的にこうエンティティの生成、これはまあとで話すこうプロパイダーというレイヤーにて、主にメソッドを定義していますが、それを叩いてエンティティを生成、一方、モディフィエビアの方で寿命を管理したいやつとかに関してはこう全部アイディスポ a b ブルを経由して、破棄とかを管理できるようにしています。あともう一個はこうハイブリッド用のコンポーネントですね。 ますでまずこう、じゃプロパイダー何やってるのかといいますとこちらのモードビヘイビアから ECS を操作するためのメソッドとかを定義しています大きいところで言えばさっきの弾膜の生成とかも全部こうメソッド化してでバナナの木のコアの部分あれはモードビヘイビアですがそこからこう弾膜をこうプロパイダーであるクリエイトバレットだったかな、まあみたいなこうメソッドとかをた,たいて ECS を、まあ エンティティィを生成してますで一方でさっきの,あのバナナの木の,あの周囲に回っているバナナまあオブジェクトって言ったんですかあの実っているバナナとかに関してはこうバナナの木があの破棄されたタイミングで一緒に破棄したいっていうところもありますそういうのに関してはこう破棄のタイミングでアイディスポーザブルを返すような形にして管理しましたそうするとあのバナナの木をこうデストロイしたタイミングでこう ディスポーザーェイディスポーズしてやってることでまあそうエンティティの方も一緒に発揮できるっていう感じになります。でまあ、あと、そして ECS レイヤー、さっきちょっとこっちの方から入ると、こっちはまあコアロジックの部分ですね。まあちょっと今回、ECS の基礎的な部分とか概念までは話せませんが、あとまあま本当にいつもこう ecs PureECS は実装のところです。で プロパイヤーの方で生成されたエンティティは、あとはこっちで定義されているコンポーネントシステムとか、そっちに乗っても自動的に動くっていうような仕組みになってます。他にも、あとこうオーサリングコンポーネントを定義や、あと ECS で使う安政府な共通庁管理とかもやってます。こっちはちょっと,あと詳しくは聞いた記事の方をご覧ください。で補足としてアンセーフについて、あの今回、アセンブリ b フ y ージョンで切っている範囲をこうレイヤーとして定義してますが、 まあ、ECS ってまあそもそもとして結構ブリッタブル合制約が出てくる箇所があるのでこうスクリプターオブジェクトとかへバランス調整とかしているとそれをまあ素直に渡すことが難しいんですよなのでそういった共通値はあの全部こうポインターといいますかそうです、ね、あのメモリーアン,アンマネージュメモリーを管理してそのポインターを渡すみたいな感じで共通値を管理してますでその際にこうアドアンセーフコードっていうのが必要になりますがこっちはあのエ i あのアセンブリリフィージョン単位で設定することが可能です。で、これあの、プロジェクトセッティングスにも同じやつがあるようですが、それとはまた独立してこっちで設定できるようになっているので、プロジェク,セジェクトセッティングスをこのアロンアンセーフコードを有効にせずに、このアンセのアセンブリリフィージョンだけこうアンセーフを有効にするというような感じで、アンセーフをスコープを絞るといったこともまあ一つ役に立っています。で、最後ちょっとこのハイブリッドレイヤーについて。 こっちはそうです、ね、あのハイブリッド ECS と呼ばれる、まあ、いわばコンポーネントシステムで動かすあのエンティティとコンポーネントデータだけでなくモデルビフェイビアも一緒にコンポーネントシステムで動かすといった層になりますさっき話した ECS の,のレイヤーが全部 p i ECS と呼ばれるそのコンポーネントデータの処理だけを行うレイヤーとなったらこっちの方はそのコンポーネントレイヤーとあと、まあ、モデルビフェイビアのコンポーネントですね もう集めて一緒に合わせて処理するといったような感じになってます。あ、ちょっとこっちの方で書いてたか。 まあそうですね、こっちちょっと先説明先走ってしまいましたがただあのコンポーネントシステムみたいなコアロジックがあり、まあ、今回あの切っている理由としてあのモノビヘイビアからあんまりこうコンポーネントシステムとか覗かせないような感じしてましたが、まあ、こっちでやってしまうとあのモノビヘイビアの方から覗けてレイヤーの方から覗けてしまうのでそこについてはあのまあ今回アクセス制限,制限とかいろいろつけては見えないようにはしました。 あとは他利用箇所としてはこうゴディアのゲームオブジェクトとあの弾幕でエンティティをこう集めてまあ見ているという都合上どうしてもあの当たり判定の処理までバーストコンパイラーが適用できなくなるとかはありますがそこはちょっとあの工夫してこうハイブリッバーストコンパイラーで当たり判定をまあ計算しつつでハイブリッド法で結果を通知できるみたいな仕組みにしています、まあ、ちょっと今回これいろいろ検討地が違うという思っているレイヤーです、まあ、あの詳細は全部ウェブで お願いしますであとはまあ続きゴディ語対応で得られた知見をちょっとシェアしていこうと思います。もう難しい話はないので, <laughs> で。であの対応言語はゴディア語あの文字列はすべてうほう「う」と「ほ」とあとちっちゃい列で構成されてますね。例文として載せてますがこれなんか「うほほほ,ほ」とかなんかありますがまあこういう感じです。 あと数値を表現としてはこう数値 DTR プラスあゴリラってありますが数値 DTR をつけた後にこう方法とかつけることでこれで87をこう数字で表現したやつですがこういう感じは文字列になりますであの一つ思った方がゴリラ語はメモリーめっちゃ優しいんですよあの使用文字列がこれしかないのでなんと SDF のサイトが 120118×10 杯すんだっていうのはまあ一つ知見ですもうちょっとこだわると参加さらにちっちゃくできそうな気がしました で、次、ボイスについて今回、一応ゴディアあの鳴き声なんですよ、ドラミングするタイミングでで、じゃあ、このボイスどうしようと思ったらアセットストアにボイスセットありました、ボイスセットって一ったいいのかわかんないですがまあこれであのゴディアの鳴き声とかチンパンジーの鳴き声とかをまあ取得することができますただ、声優はちょっと分かりませんでしたあと余談ですがゴディア語話者だったら自分で収録するっていうのもありかと思いました。 あの私、多分さっきの焦ってなかった、今回自分でちょっと収録しようかなっていうのを考えてました。あと、ゴディアゴリ翻訳するので、ちょっとまあ、これ、割愛したあとにスライド上げるので、ちょっと参照してください。で時間は10分、まあいいや、もう以上となります。ご清聴ありがとうございました。<laughs>